よいしょ。はい、おはようございます。今日が、旅行、年末旅行最終日です。昨日は大阪で、ちょっと夜遅くまでめちゃくちゃ飲んで、で、ちょっとエアコンつけっぱで寝ちゃって、死んでた喉にまた追い打ちをかけるかのように、ちょっと喉をまた潰してしまって、今こんな声になってます。まあ、今日もですね、お幸いにもすごく天気にも恵まれて、まあ本当にいい旅行になれるかなと思います。今日はですね、京都に場所を移して、観光していきたいと思うんですけれども、この後ですね、今8時半ぐらいなんですけど、この後10時ぐらいにはもうチェックアウトして、京都駅の方に向かっていきたいと思います。この後もですね、まあ、いろんなところ観光して美味しいもの食べて、で夜には、まあ、あっちに戻っていくので、最後の最後まで楽しい旅行にしていきたいと思います。この後ですね、朝ごはん食べて、出る支度して京都の方向かっていきたいと思います。あ、ビッグフットがいる。ビッグフットがいる。顔パンパンだな。なんか昨日マイプロテインのプロテインに何か売ってたんで買っちゃいました。いただきます。ま、I remember we stole your dad's car, drove it down to Elliott Bay. City sleeping, clouds are weeping, washing all our cares away.I should have been the one to kiss you there. I thought I'd have more time to conquer fear. I'm hanging on the past like it's okay. But it's not, now that you've gone away. Well, you got the plane, but I saw you look back. Shouldn't have let you down that track. はい、今京都駅のお蕎麦屋さん、なんだお蕎麦屋さんじゃない、なんだって蕎麦とか食べれそうな、すごい美味しそうなお店に入りました。日清蕎麦の大盛り頼んで、あとご飯も追加して、ちょっと一日のエネルギーをチャージしていきたいと思います。今日もいっぱい食べましょう。あっち器が激アツだ。いただきます。量がすげえ。あ、美味しい。ありがとうございます。うん、あ、美味しい。あ、ニシンうま。初めて、うん、初めてニシン。味濃くてうまい。うん、うまい。はい、デザートに八つ橋としたんで食べていきます。はい、今嵐山に到着しました。人めちゃくちゃ多いです。観光地だからめっちゃ人多いね、さすがに。そう、なんか本当ここもあれだね、なんか食べて歩いてできそうだね。イエス。そう、なんかご当地ビールとかをね今探してるんですけれども、ちょっとなかなかあるかな。
酒飲みながらちょっといろいろと観光していきたいと思います。渡ろっか。いちご大福買いました。美味しそうです。いただきます。あー濃い、うまい。どうですかお酒。なんか京都の柚子の、うん、行きますか。ちょっとブラブラ歩きましょう。ちょうどなんか工事中だからあんまり風情のある感じが撮りづらいですけど、なんかいい感じの撮っていきたいと思います。はい、今清水寺の方に、移動してきました。だいぶ人が多いです。あれですね、ちょっと日も落ちてきたんで、なんか綺麗な景色とか撮れたらいいですね。まあちょっとその辺お土産とかもいろいろとあるんで、まあ、簡単に回っていきたいと思います。I'd known you just about my whole life, but always thought you were so far out of my league that I didn't really think anything of it when you came down with my friends for that weekend at the beach. On the 4th of July, with that cloud in the sky, with the waves crashing on the coast, and through the summer heat, I felt a chill over me when you grabbed my arm and leaned in close. A thousand colors and lights were exploding, and I wanted you so bad that it hurt. You looked me straight in the eyes, took my world by surprise, and kissed me underneath the fireworks. Hi.今ですね、友達と買い物したんですけど、ちょっと兄貴の奥さんが、第2子が生まれるとのことなんで、ちょっとそれ忘れちゃってて、まあ、せっかく清水寺お守りとかすごくなんかいいのを売ってそうだったんで、それ今買いに戻ってます。道のり的にこっちでもいいんじゃない？行けんの？普通にさっきの道出て、あれ結局道は出ない。電車で帰るんでしょ。
まあ、どうにかなるべなるよね。男二人やし。とりあえず京都駅戻る。そうやね、京都駅方向か。すごいね、街並みが。ちょっと夜になっちゃったんでね、画像がちょっと荒いですけど。すげえ洒落てるね。あ、すげえ洒落てる。今の最初のねは適当か。ねじゃねえや、ちゃんと見て。ちゃんと、俺ちゃんと言ってからえって言うの見たよ。ね、ちゃんと見てよ。じゃあねって言ってから見たでしょ。うん、先にねは見ない。あ、めっちゃおしゃれ。じゃあちょっと後で動画確認するわ。いや、見ないでね。ね、あ、すげえ洒落てる。今の最初のねは適当か。ねじゃねえや、ちゃんと見て。ちゃんと、俺。はい、適当。結構ありがちだよね。結構ありがちだよ。じゃあ最後のあれかな。最後の意味で。チアー。チアー。生が一番うまいかもしれない。うまっ。うん。まあまあ。失礼します。まあとりあえずここで最後しっぽり飲んで。ワホ。すぐ頼むもん全部。お酒。お酒とすごい合いそうだ。食べようかな。あー、うまい。合うね。そう、ゆずジントニックだっけ。あ、普通のゆずジントニックか。そう、ゆずジントニック、来ましたんで飲んでいきます。あ、なるほどね。うん、それっす。なんかフルーティー感が強いね。これ入れな。柚子胡椒の方がうまい。柚子胡椒の方が柚子感強いね。ちょい入りしたいんですけど。一番でもこれが長くやなんかハマるかな。こうや。なんかその旅行中でちょっと酒強くなった気がする。結構飲んだこの旅行で。この旅行でだってユニバから何だっけ。ユニバからターキーレッグと一緒にビール飲んで。断るごとになんか水分補給ってなんか理由をつけてね、なんか飲んでた記憶がある。大阪でもね、めっちゃ飲んだっすね。何軒行った？5軒ぐらい行った？5軒ぐらい行った？珍しく駅じゃなくて飲むっていうのも。だってさ、せっかくやん。何やかんや言っても今年も終わりか。あんまり実感なかったな。年末旅行って感覚があんまなかった。ただ予定がお互いあったから旅行行ったみたいな。で、何年ぶりだ旅行は。久々だね。Only good vibes and I'm only the good times roll. You see that smile and
しないです。自宅に帰ってきました。今回の旅行は、まあ、色々振り返るとめちゃくちゃ、もうほんと最高でしたね。美味しいものも食べて、お酒もたくさん飲んで、楽しいことたくさんして、まあ、この2022年を、まあ、締めくくるイベントとしてはもう本当に最高の、まあ、数日間になったかなと思います。いやめちゃくちゃ、まあでもスケジュールは結構ハードでした。なかなか僕仕事納めが12月の27日で、でその夜27日職場の人とこう、まあ、職場でちょっとお酒とか飲んでこうバーって盛り上がってて、でそのちょっとほろ酔いの勢いで夜10時ぐらいに職場出て、友達と横浜の、まあ、夜行バスに乗って大阪のユニバに直接行っちゃうっていうスケジュールから始まったんですけど、で28日の朝にユリマに到着しまして、でそこでもうめちゃくちゃも遊んでもうアトラクション乗って、でユリマお酒飲めるんで、お酒とかも飲んだりして、閉館までいたのかな、あれは、閉館までずっといて、そこから大阪の、まあ、B2B で撮ってた宿行って、でそこで、まあ、ちょっとゆったりお酒とか飲んでまたゆっくり過ごして、でその後、まあ2日目っていうのかな、旅行の2日目に、まあ、大阪観光行きまして、まあ、本当に大阪も美味しいものたくさんあるんで、たこ焼きとかお好み焼きとか、まあ、本当、まあ、そこでも、まあ、食べて飲んでって感じで過ごしたんですけど、大阪めちゃくちゃ華やかですね。なんかもう夜遅くまで店ずっと開いてたりとかもしていて、すごくなんかキラキラしてて、なんかすごい人も多くて、飲み屋とかもすごい盛り上がってて、なんか楽しい夜を過ごしたなって感じがしました。で3日目が、まあ、宿を出まして、そこから京都に移動しました。で京都では嵐山行ったり、清水寺行ったり、まあ、そんなにいろんなとこ点々とはしてないんですけど、まあ、ちょっと僕と、まあ、友達とでなんか行きたいとこってところをこうピックアップ した時に、まあそこら辺がこう出て、まあ行こうってなって、まあそこでも、まあ、ちょっとお酒とか飲みながらめちゃくちゃ酒飲んでました。今回の旅行は本当に酒ばっか飲んでる気がします。京都の、まあ、観光では本当にいい景色とか、まあ、写真をメインにブラブラしてたかなと思うんですけど、まあ寒い、本当に関西の方は本当に寒い。まあ、神奈川の方も帰ってた時、まあ、寒いって思う感じはしたんですけど、なんかあっちの方はひときわもうちょっと寒かったなっていうなんか感覚がしましたね。刺すような寒さっていうかな、なんか、めっちゃ寒かったです。それから夜のもう夜行バスに乗って帰ろうと思ったんですけど、ここでちょっと一つ大きなハプニングがありまして、夜行バス、まあ、行きと帰りちょっと僕の担当だったんですけど、なんか帰りのバスなんかちゃんとうまく取れてなくて、乗る直前かなんかの点呼の時にあれいねえぞってなって、名前ありませんねみたいな感じになって、で結果としてはその夜行バス乗れなくて、もう近くにあったもう寝カフェ泊まって、最速でもう新幹線調べて、で新幹線取って、まあ朝今日の8時ぐらいかな、8時ぐらいに、もう神奈川に戻ってくることができました。まあ本当にちょっと2022年、まあ、僕の中では
最後の最後にやらかしてしまった感じはあるんですけど、友達も言ってくれたんですけど、まあ、これも一つの面白いいい思い出だなって言ってくれたんで、まあ、いいやつです。友達は本当に、まあ、本当に、はい、もう楽しい旅行でした。はい、今日がですね、これ、最終日、旅行最終日撮ってる、これが、12月の31日。もう本当にこの日が、今年最後の日なんですけど、この後、まあ、ちょっと家の、大掃除とかしたりして、あと、その、まあ、二ほどきですね。旅行特有の、憂鬱なやつです。二ほどきをして、洗濯して。で、まあ、今日も今日で、まだちょっと、元旦、年末もう年越しの時に、まあ、友達とちょっと飲んだり食べたりしていくスケジュールになってるので、まあ、その時間までにしっかりやることを終わらせて、綺麗な状態で、2022年を、終わっていきたいと思います。まあまあ、このタイミングでなんか来年の抱負とか言った方がいいのかなっていう感じはするんですけど、まあ、来年の抱負なんだろう。まあ、僕の来年の抱負としては、まあ、行動ですね。行動、まあ、今年も結構パッと思いついたことはすぐ行動に起こしてアクションを起こしたんですけど、まあでも自分の中ではまだやりきれなかったことだとか、あとここってもうちょっとこうした方が良かったのかなだとか、なんかそういうちょっと、まあ、思い残しって言ったら言い方あれですけど、なんかもうちょっとこうしたかったなってのがあったんで、まあ、そういうこうこういう行動したいっていうのをちょっと来年にはしっかり、形にして、まあ、それにあれですね、結果が伴うような取り組みっていうのをしっかりしていきたいと思います。そうですね、2022年の動画としては、まあ、この3日間の、Vlog、 そしてこの3日目の Vlog が、最後になるかと思います。まあ、まずは健康第一、それがまず本当に第一条件なので、そんなこんなで、まあ、今年はまず自分にお疲れ様っていうところと、来年も頑張っていきますっていうところで、こちらの、この動画の、まあ、最後とさせていただきます。まず、まあ動画最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。もしよかったら、高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた来年の動画でお会いしましょう。